明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴン、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発はベテラン立山、対するドラゴンズの先発は右の吉見、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の立山登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは大島。投球は3球目、投げました、打った、次は4球目、投げました、インコースいっぱい、見逃し三振。第9、初球見送ってストライク、まずは入れてきました、投げました、スライダーはボール。投球はこれから3球目、ストレートはストライク、タイミング合いません、追い込んでから投げました、ボール。次は5球目、ストレート、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは福田。第4球は4球目ストライク、次は5球目、直球ストライク、アウトローへ。第6球を投げました、内角低め、見逃し三振。リプレイをご覧ください。立山、この回見事な投球でした。スワローズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターはビシエド。第3球を投げた、ボール、アウトコース低め、投げた、空振り。第5球投げた、内角低め、外れてボール。さあ、6球目投げた、落ちる球、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは5番高梨。1球目ストライクから外角低め、直球は外れてボール、投げた、決まってストライク、追い込んでいます。次は4球目投げました、打ちました、ファウルボール。次は5球目危ない球。次は6球目投げました、ボール。第7球を投げました、結局フォアボール、際どいところでしたがフォアボールです。バッターは6番阿部。次は4球目投げました、打ちました、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投球これから2球目、直球ストライク、タイミング合いません。第3球打ちました、センター前のヒットになります、セーフ、2塁はセーフ、平田ナイスバッティングです。スワローズ先制のピンチを迎えます。ランナー自動的にスタート、三振。さあ、リプレイです。スワローズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対、ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー吉見、第4球を投げました、変化球、空振り三振、2者連続三振。バッターはトップに帰って大島。第9、直球見送ってストライク、初球ストライクから第2球ボール。第3球を投げた、スライダーボール。第4球を投げた、危ない球。さあ、投球は5球目、打った、村上ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第9、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク、まずは決めてきました、アウトロー、スライダーは外れてボール。投げた、打ちました、引っ掛けた、村上自らベースを踏んで3アウト。立山この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは福田。第4球を投げた、直球、空振り三振。バッターは4番ビシエド。第2球インロー見送ってストライク。第3球を投げました、変化球ストライク低め、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第3球を投げました、真ん中ストライク。第4球を投げました、打ちました、1・2塁間への当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。立山見事ドラゴンズ打線を抑え切りました。4回の表が終わって0対0、ドラゴンズこの回も得点を挙げ、
5回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは阿部。第1打席は打ちました。疲労か。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。次が4球目。投げました。打った。山田ボールを取る。セカンドから一塁送球。アウト。右バッターボックスは8番木下。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。完全に外れた。ボール。第6球を投げた。打ちました。1、2塁間のゴロ。1塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。立谷、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0。ドラゴンズこのゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー吉見。打ちました。ファール。さあ5球は5球目。打った。ファールボール。さあ6球目。投げた。危ない球。さあ7球目。フォーク。空振り三振。打順は1番に帰って大島。今日は三振とファーストライナー。投げた。打ちました。ファール。投げた。外れた。ボール。さあ7球目。打った。ショートバウンド。ボールを掴んだ。山田軽快な守備を見せました。これで2アウト。ランナーありません。投げた。打ちました。ファールボール。第7球を投げました。変化球外れてフォアボール。右バッターボックスは3番福田。ここまで2三振といいところがありません。ランナースタートを切った。打ちました。ヒットエンドラン。セカンドから1塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。結局1塁残塁です。6回の表が終わって0対0。依然両チーム無得点です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターはビシエド。ここまで2打席連続三振。投げました。外角低めいっぱい。ストライク。これで追い込みました。変化球空振り三振。ビシエド全くタイミングが合いません。第4球を投げました。打った。太田掴んだ。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番阿部。今日はセカンドフライとショートライン。初球を打った。村上ボールを掴んだ。一塁へ送る。立山取ってアウト。スリーアウトチェンジ。満員の神宮球場、その上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは平田。打ちました。これはセカンド正面。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。代打は亀沢。第9初球から打ってった。抜けた。亀沢いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。サヨナラ勝ち。中村素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。